い、毎週お木曜生ゲッチャー司会の山ちゃんです。ゲーム紹介者の教授です。はい、ダイジェストでね見てる人もいると思うんですけども、はい、生だとねもっと盛りだくさんでね、そう盛りだくさん1時間で、はい、カットされちゃうようなことも、ね、そうなんですよ ね、はい、ぜひも生放送見てください。はい、ぜひぜひ皆さん見に来てください。よろしく、よろしく。ゲッチャ TV、今週のゲストはですね、高校帰り、学校帰り、学校帰りです、高校帰り、高校生、綾瀬美希ちゃんです。はい、お願いします。綾瀬美希です。はい、イエーイ。チーズ大好き、チーズ大好き。さっき避けるチーズ食べてました。はい、見つかっちゃいました。カマンビールチーズが大好きで、はい、私はモッツァレラチーズが大好きです。モッツァレラチーズ、モッツァレラね。はい、本日1本目のソフトはですね、エレクトロニックアーツから発売されましたシムピープルのチャンバ劇場です。あきらです。どうも。あ、見えないよ。ピースピースはい、ということでね、はい、紹介してくれるのはあきらです。あきらですね。はい、よろしくお願いします。あきらさん、お願いします。ゲッチャーね、シミュレーションといえばあきら、このネタを検証させようかなと思って。そうなの。シムパップルシムパップル、もう一回言ってみよう。何、シムパップル。はい、シムパップルじゃなくてシムピープルですね。ピープルですね。紫、そう、紫じゃないこの野郎シム、そう、シム、シムピープルね。そう、ここですね、シムシティとかもありますよね。シムシリーズの一つだね。そう、シムシリーズの、シムシティです。そう、シムシティ、ええ、シムシメム、はい、シムシリーズはね、あるんですけどね。シムシティは街を育てる。うん、そうそうそう、これピープルだからね。うん、人を育てるわけですよ。あ、人々って意味ですよね。そう、人を育てる。はい、パープ、パープじゃない。言ってないですもん、パープ育てても。はい。何でもなんないからね。はい。うん。で、まあこれね、サブタイトルでね、お茶の間劇場。おぉ。イェーイ。ありましたね。パソコン版には付いてないね、お茶の間劇場ってね。付いてませんね。これはなぜお茶の間劇場っていうと。噛んでますよ。この野郎。こうすると僕の家、これ自分で家を作ったんですよ。なんか、なんかなんだあれ。開放的ですね。あきらがズンタタズンタタ踊ってるよ。で、ここでほら、一番左の方に見えるでしょ、俺がほら。なんか揺れてる揺れてる。俺に似てるわけですよ、やっぱり自分に似た文章ですね。超似てますね。今バイトから帰ってきました。バイト、そうです。アキラは今何かのバイトしてるんだ。今僕はですね、ウェイターのバイトをしてるわけですよ。うーん、はい。で、ここに興味ない。アキラ、痛い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 。あ、これアキラの普段の格好と一緒じゃない。そう、似てるでしょ。似てるね、うん、アキラ。あ、これアキラの普段の車と一緒じゃない。ちょっと結構ね、はい、結構気にくね。リハーサルと大違いだ、これは。ドアだけ赤。あ、ドアということで、まず、なんか拾い上げた。はい、なんか拾いました。今、新聞はですね、あるんですけども。あ、今これ帰ってきたら、これがアキラの部屋。そう、アキラの部屋を、ほら。この家のインテリアとかも、全部自分で配置していくわけですよ。へぇー。何もないところから、一から作り上げたのが、これなの。これです。へぇー。今、こうやって今、ほっとくと勝手に今、行動するんですけども。なんか飛んでるよ。これはですね、ハエが飛んでるんですね。へぇー、超汚い。掃除をしないと、こうやってちゃんとハエがたかったりとかするんで、こうアイコンを選びまして、片付ける。はい。やると、片付けるわけです。来ました、アキラ。早いね、動き。早い、早い。スピーディー。はい、これね。洗ってる、洗ってる。ブクブクいってる。服濡れてる。ちょっと待って。そうすると水こぼちゃうんですね、俺ね。ほんとだ。水こぼれてるわね。ちょっと。はい、水たまりもこう。水たまりですよ。なんか出てるよ、上に赤いの。あ、これはですね、今、出しますけども、この人にはですね、いろんなパラメーターがあるんですけど、楽しさゼロです。ゼロなの？赤いのが、ない証拠。ない証拠。緑はどんどん上がっていくからさ。とりあえずお腹はいっぱいみたいな感じですね。お腹いっぱいなんですけど、これをですね、バランスよく上げていかないと、生活がつまらなくなってしまうんですね、シムが。なので、いろんなことを、パラメーターを上げていくっていうのが、まず目的です。テレビを見ると。このテレビもですね、細かくて、どういう番組を見るかっていうのでも、ね、アクション、ほら、ロマンス。ロマンス、あるんですよ。僕、アクション好きなんで、アクションを見ると結構パラメータが上がりやすいと。あ、もう上がってる、楽しさ、緑色がちょっと。上がってます。おー。でも、このままだと、あれじゃなくて、シム一人じゃつまんないじゃないですか。
つまんない、同棲したらいいじゃないですか。そう、僕ね一番初めね、はい、女の子にバンバン話しかけてたんだけど、うん、話が会話があんまり合わなくて、うん、大親友を作りました一人。本当、はい、女の子男です。でモジマ、あれがモジマだ、僕の大親友。急いでる急いでる。モジマモジマ、まずモジマに挨拶をしますね、はい、まあ、これはやっぱ本当に普通の抱き合ってるほら、これはですね、で話すと何が上がるかというと、うん、社交っていうのがありまして、はいはい、一応上の右の方にですね、うん、社交を上げていくために、うん、こう人とコミュニケーションを取らなきゃいけないわけですよ。熱っ熱っ、アフレコありがとう。で頭も洗って、いい、ね、ほらこういうジェットバスケットよくない、これいいよね、うん、これいろんなね、もっともう課題動画いっぱいありまして、はい、スタートボタンを押すとですね、はい、購入って画面があるんですが、うん、ここにいろいろなね、いっぱいあるね、そうアイテムを購入することができるわけですよ。もう一人の自分をここに作れて、名前も作れて、はい、まあ、洋服やり髪型も変えられて、色も変えられてっていうことで、どんどん自分に近づけたキャラクターを作るってことで、はい、お茶の間劇場と、はい、教授でございます。はい、よろしくお願いします。はい、本日紹介したい新作ゲーム第2本目でございます。はい、うんうん、はい、ですね、こちらバーチャルオンマーズという、シリーズなんですけれども、うん、セガさんから本日発売になりました、はい、電脳世紀バーチャロンというシリーズのですね、うん、最新作、はい、電脳世紀バーチャロンマーズという、マーズ、はい、マーズ、こちらのマーズ、マーズ、マーズは何かわかりますか。金、金星、木星、木星ですよね。木星ですよね。まずは火星でございます。ジュピターズなんですか。ジュピター、ジュピターが木星ですね。あーですよね。はい、はい、ということで、火星をもちろん舞台にしたお話になります。はい、はい、ということでですね、こちらのゲームなんですが、今まで、アーケードゲームとしてですね、うん、はい、いっぱいね、いろんな方がやっていらっしゃるとは思うんですけれども、うん、なんと、はいはい、今回のこの最新シリーズの方は、はい、家庭用ゲーム機用に書き下ろされました、はい、ゲームオリジナルタイトルとなっております。プレステからの移植じゃないんですか。はい、移植ではなくですね、うん、この家庭用ゲーム機のためだけに、うん、なんとシナリオも書き下ろされた。シナリオがあるの。はい、丸が丸がつきましたね。はい、オッケ ー, ッケー、チーズちゃん、チーズが、はい、今何、今名前をつけた人が、はい、このロボットに乗る。そうですね、ロボットを操作して。じゃあ私はチーズに乗れるんだ。チーズ、チーズとして乗るんですね。チーズ、うん、そうチーズになるんですか。おいチーズって呼ばれることで超幸せ。はい、はい、ということでですね、今回はそのシナリオを進めていくためにも、はい、なんとミッションというのが設定されています。はい、はい、こういうですね、はい、ちゃんとバトルの、はい、目的にちなんだタイトルも出てですね、少しまあなんていうんですかね、アニメーションを見ているような、はい、こちらが敵になりますね。めっちゃ夕方ですね。はい、ということで、あ、喋ってる喋ってる。そう、ちゃんとね、相手が喋るんですね。対戦中に喋るんだこれ。そうなんですよ、文字がちゃんと出てくるので、そういうのも読みつつ、はい、でですね、今回このドラマチックモードというもので、はい、対応されているのが、左下にくるくる回っている5分の0と書いてあるんですが、はい、これは CD みたいな、そうです、ね、CD みたいなやつがね、はい、これがですね、先生終わった、終わってしまいました。はい、これもミッションになるんですけれどもね、うん、今のはさっきの敵を倒せというミッションなので終わってしまいました。がそのディスクの方をですね、うん、集めると、うん、なんとそれを使用すればライフゲージが上がります。やってみようですね、うん、ということで、次はとうとう対戦をやってみたいなと思います。うん、はい、まず初心者でも楽しめますからね。火星に行くぞ。そう、火星に。そう、まずは火星だからね。知ってますよ、何言ってんですか、本当。こちらテムジンという機体になりますが、ですね、色もいろいろあるんですね。色もいろいろ。はい、色もいろいろでございます。はい、で、こちらで、どっちどっち、ですね、髪引こうって、はい、今赤いの。歩いてるのがミキちゃんですね。これが、はい、ミキちゃんが黒い方ですね。うん、はい。で、白い方が教授になります。うん、はい。そうそう、わかるの。完璧ですよ。本当かよ。ほらほら、動きながら、動きながら撃つ。でも、おお、おお、ミッチャン強いね。すごいいい勝負だね。あらら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 。ミッチャンうまい。あっ、あっ。ということで、これが教授が負けてしまった瞬間でございます。やったー。はい。そうです。カートでですね。ね、あっという間にね、もう2本動かしてしちゃったわけなんですけれども。しちゃったわけですね。はい。ねえ、みきちゃん、どうでした、はい、日本。あれですね、やっぱり今そのバーチャル
マーズをやってたからあれですけど、まあ、さっきのあれですよね、うん、私生活を除くアキラさんも、うんね、あれはちょっと衝撃的で覚えてますよ。あれはゲームです。アキラが衝撃的だったんですよ。あ、そうですね。男しかできない。はい、はい、先ほど見れなかった、はい、あ、ちょっと、ね、見ちゃった。グラビアの美少女、恥ずかしいですね、これ。これね、これね、ちょっと、はい、レッドボックスグラビアの美少女で来月放送されるものですね。はい、これ何月ぐらいですか。これは12月ぐらいですけど、ちょっと中学生ということにしといてください。ちょっと中学生、はい、これ中学生、ちょっと恥ずかしいですね。カメラ出て。はい、おお、みんな見ないでください。そんなセガさんから、はい、じゃじゃん、バーチャルマーズ、うん、クオカードを。クオカード、はい、クオカードっていいよね。クオカードいいですよね。500円分、1枚500円分のクオカードになります、はい、ゲームパッケージのイラストですね、うん、はい、こちらの方、500度のものを、はい、なんと5名様、はい、キーワードをね、ミキちゃんに発表していただきましょう。そうですね、うん、じゃあマーズ、うん、アンド、うん、チーズ。うわ、マーズ&チーズ、はい、はい、今週のプレゼントキーワードは、はい、マーズ&チーズ、はい、こちらの方を書いてですね、はい、はい、ゲッチャー、はい、アットマークヒットボックス .co.jp、はい、こちらの方まで、はい、番組の感想を書いてお送りください。はい、はい、じゃあもう一回キーワードいきましょう。キーワードはマーズ&マーズ&チーズ、はい、はい、皆さんまた来週、はい、来週は6月15日まで、バイバーイ。